今日このまま実家に帰るわ。花金だし、実家でゆっくりしてくるから。え、また先週末もご実家にお世話になってたよね。お母さんたちもご迷惑だわ。息子は帰るのに迷惑だなんて思うわけないだろ。むしろ大歓迎だって。私と結婚するまで実家暮らしだったじゃない。まだ家を出て半年かそこらでしょ。ずっと一緒にいた息子は家を出たら寂しいもんだろ。それよりお前は明日の昼前に来てくれればいいから。え、明日の昼前？どういうこと？だから早苗はこっちに明日の昼前に来てくれればいいからって言ってんの。ちょっと待って、私もお伺いするの？当然だろ。俺と結婚して我が家の嫁になったんだから家族だろ。それはそうだけど、来るときにいろいろ買ってきてくれよ。これは何？買い物リスト。米とか油とか醤油とか。お袋が買うには重いだろ。それ先は物価も上がってるし、お前が買ってきて俺たちからの手土産ってことにしようぜ。先週もたくさんお買い物していったよね。こんなこと言いたくないけど、そのお金私が出したっきりで戻ってきてないんだけど。たかが数千だろ。別にいいじゃんそれくらい。我が家の生活費もあるのよ。二家庭分のお金を私が今払ってるの、わかってる？俺だって生活費を入れてるだろ。あなたが入れてるのは我が家の家賃の半分と光熱費と水道代じゃない。食費に生活用品のお金は私が全部負担して、さらにあなたの実家の費用まで私が負担するのはおかしいでしょ。自分の家族に金を使いたくないってことか。本当に冷たいなお前。だから30過ぎてももらい手がいなかったんだよ。よかったな、俺っていう親切な男がお前をもらってくれて。それとこれとは話が別じゃない。ああそうだ、妹が先週食べたケーキが美味しかったからまた食べたいって言ってたわ。それも買ってきて。あともちろんエプロンも持ってこいよ。昼飯と晩飯と次の日の朝昼晩全部作ってもらうから。あと家の電球も変えて、今週は庭の草むしりもしないとな。は？まさかと思うけど、それ私だけにやらせるとかじゃないよね。嫁の仕事だろ。あなたは何をするの？親孝行。料理を作ったり庭の草むしりをしたり電球を変えたりするのも親孝行じゃない？そっちの親孝行はお前に残しておいてやるよ。俺はお袋と親父と親子の時間を過ごすって親孝行するから。あと普通に日曜の夜までいるつもりみたいだけど、日曜日は旅行代理店に行かなきゃいけないから昼間にはおいとまするわよ。旅行代理店？忘れたの？新婚旅行の手続きに行くって約束してるじゃない。そういえばそうだっけ、忘れてたわ。じゃあお前が日曜の朝のうちに朝昼晩3食作ってそのまま旅行代理店行けば問題ないな。え、草むしりとか時間かかるやつは土曜のうちに終わらせてさ、旅行代理店もお前だけ行けば問題ないだろ。待って、どういうこと？そのまんまだろ。俺は月曜の朝実家から出勤するから、お前は明日の昼前にはこっちに来て、日曜の昼前に旅行代理店に行く。これで完璧な週末のスケジュールができたな。完璧？何？なんか文句でもあるわけ？俺結婚前からずっと言ってるよな、家族を大切にしない奴とは結婚できないって。女は30も過ぎたら売れ残る一方だけど、男は逆に30過ぎからが一番モテるって言うし、こっちはいつ離婚したって困らないんだからな。何それ、家族を大切にするのはもちろん大切なことだと思うけど、あなたにとって私は家族じゃないの？家族だからこうやってわざわざ実家に呼んでやってるんだろ。早く家族に馴染めるように気を使ってやってんじゃねえか。ってことで明日昼前には必ず間に合うように来いよ。待ってるからな。さなえさん、昨日今日といろいろありがとう。息子は無理を言って呼び寄せたんでしょ。お母さん、お邪魔しました。賑やかな週末を送れてとても楽しかったです。ごめんなさいね、あの子ったら。結婚してから何かはっちゃけちゃって、口を開けば親孝行親孝行って、お嫁さんまで巻き込んで親孝行だなんておかしいはずなのに。いえ、私の両親はすでに他界してますし、親孝行もできなかったので、こうして親孝行する機会があってよかったです。こんなに優しいお嫁さんが息子に振り回されて本当に申し訳なくなるわ。お気になさらないでください。それより毎週のように週末にお伺いしてしまって、こちらこそ本当に申し訳ないです。お父さんもせっかくのお休みなのに。いいのよ、私たちは早苗さんが来てくれていろいろとしてくれるからすごく楽をさせてもらっているわ。
電球交換に庭の手入れにお料理まで。タチャは気づいたら地元のお友達の家に行ってていないのに。まったく何が親孝行ですか。お役に立てたなら何よりです。しかも娘のわがまままで聞かせてしまって。買ってきてくれたケーキ、高いは遠いところのものでしょ。それに娘があれこれ食べたいものをリクエストして、我が家じゃ出したことのないような無理難題なメニューだったのに、ちゃちゃっと作ってしまうんだから。私が早苗さんにお料理を習いたいくらいだわ。とんでもない、お母さんのお料理の方が美味しいですよ。私が習いたいくらいです。うちの息子と娘があなたにばかりあれこれ申し付けて、まるで家政婦のように使って、本当にごめんなさい。お母さんやお父さんが注意してくださってますし、私一人でできないことはいつも手を貸してくださってありがとうございます。今日だって本当はお昼から用事があったんでしょ。ギリギリまで家事を手伝ってくれてありがとう。これから新婚旅行の手続きなんです。え？達也も行くべきじゃないの？本当はそうなんですけどね。あの子は何もかも早苗さん任せで、全く。でも私すごく楽しみなんです。本当は結婚してすぐに新婚旅行に行く予定だったんですけど、タイミングが噛み合わなくてやっと行けることになったので。楽しんでらっしゃいね。お土産買ってきますね。私たちのことは気にしないでちょうだい。沖縄だったかしら。景色も綺麗でしょうし、たくさんお写真を見せてちょうだい。それがお土産ってことで、たくさん思い出話持って帰ります。今日これから実家帰るわ。また？妹がどうしても欲しいものがあるらしくて、明日の朝市で買いに行くのにつけようと思ってさ。明日の朝市って、明日から私たち新婚旅行なのよ。明日はお昼の便で沖縄に行く予定じゃない。それには間に合うから大丈夫。直接空港で待ち合わせようぜ。荷物はどうするの？あなたは旅行のパッキングすらしてないじゃない。それなら早苗がしておいてよ。私が？いろいろ予約してるのはお前だろ。どんなものが必要かとか、そういうの早苗の方が知ってるだろうし、俺の分のパッキングも早苗がやった方が楽じゃん。楽って、達也が楽なだけじゃない。何が必要かとか、男性のお供に何を持っていったらいいかとか、私は知らないわよ。なんとなくでいいって。キャリーケースならクローゼットに入ってるし、俺のクローゼットも適当に漁ってくれていいから。パッキングした荷物、私が達也の分も空港に持っていくの？俺は出先から直接空港に行くし、一回家に帰る余裕もないから、その辺が持ってきてくれ。荷物が一つ増えるだけだろ。だけじゃないわよ。そもそも大きなキャリーケースを2個も引きずっていくなんて、空港まで電車で行くのよ。大丈夫だって、早苗ならできる。それじゃよろしく。ちょっと立つよ。早苗さんこんばんは。夜分遅くにごめんなさいね。まだ起きてるかしら。こんばんはお母さん。達也さん、そちらにお伺いしてるんですよね。すみません、いつもいつも。こっちこそごめんなさいね。明日からじゃなかった？新婚旅行。はい、明日の昼の便で行きます。それなのにあの子ったらこっちに来て。しかも聞けば荷造りは早苗さんに任せてきたなんて言うじゃない。さすがにお父さんも呆れて注意したのよ。だけどあの子どこ吹く風で。ですよね、いつものことなので目に浮かびます。それでちょっと早苗さんに確認したいことがあるんだけど。何でしょうか？あの子がいきなり今日になって言い出したことなんだけどね。俺と妹は買い物してる間にどこ行ったんだよお前。もう保安検査場抜けてるだろ。もしかしてまだ拗ねてるのか？拗ねてる？私は怒ってるんです。そんなにカリカリするなよ。いくら30過ぎておばさんに近づいてるからって怒るでしょ普通。新婚旅行にいきなりあなたの妹にご両親まで連れてきて、どうして怒らないと思うわけ。そんなことかよ。そんなこと？妹が沖縄に行きたいって言うから、ついでだし一緒に行こうってことになったんだよ。そうなると妹だけ連れて行くのは不公平だろ。いい親孝行にもなるし、親父とおふくろも連れてきたってわけ。私に黙って。そもそも飛行機のチケットとか宿泊場所とかどうするの？私が予約したのはあなたと私の二人分よ。飛行機はネットで探したから同じ便に空きがあったから、昨日のうちに予約して、泊まるとこは向こうに行って空き部屋を確認してもらえばいいかなって。どうせハイシーズンじゃないから空き部屋の一つや二つくらいあるだろう。あ、親父たちの飛行機代やたら高かったけどいいよな。
親父とおふくろはファーストクラスに空きがあったからそっちで取ったし。ファーストクラス？飛行機代は折半でよろしく。あなたが勝手に呼んだご家族分の飛行機代を折半？まさか宿泊代も折半なんて言わないわよね。別にいいだろそれくらい。家族で一緒に旅行するんだし、家族が喜ぶ顔が見れるんだぞ。親孝行だっていつも言ってんじゃん。私を使って親孝行したつもりになって気持ちよくなってるのはあなただけじゃない。なんだよ文句でもあるのか。家族なんだからいいだろ。文句があるなら帰れ。もう帰ったけど。あ、帰った。私の分の飛行機はキャンセルして保安検査場を通る前に帰ったの。あなたは妹さんとのおしゃべりとお買い物に夢中で気づかなかったみたいだけど。帰ったってなんだよ。こんな新婚旅行とも言えない旅行、こっちから願い下げよう。お父さんとお母さんと一緒に帰ったから。親父とおふくろも？どういうことだ。実は昨日の夜お母さんから連絡があって、新婚旅行にあなたが家族を連れてくることは知ってたのよ。私がぜひ一緒に旅行したいって言ってるって。嘘をついてお母さんたちを連れてきたんでしょ。それはお母さんが新婚旅行なのにそんなわけないと思ってわざわざ連絡してくれたのよ。それでお母さんと相談して、今日空港であなたがどんな態度なのか、お母さんたちと合流した時に何を言うか見てから判断しようと思ってたの。判断？あなた私が大きなキャリーケースを2つ持ってきたのを見てお礼の一言もなかったわよね。パッキングのお礼も持ってきたお礼もなかった。それに妹さんとお母さんとお父さんと一緒に現れた時に私に何一つ説明もなかった。さも当然かのようにただ手を出してきただけよね。チケットってたった一言だけ言って。飛行機何なんチケットは必要だろ。家族を連れてきた説明も弁明もないし、お礼も謝罪もない時点でこれ以上一緒にいられないって判断したから、あなたたちが保安検査場に行ったのを見届けて私たちを予定通り帰ってきたの。せっかくの家族旅行なんだぞ。新婚旅行でもなくなったのね。そんなに俺と二人がいいならまた別の時に行けばいいだろう。いくらでも時間はあるんだから。価値観の相違ね。私たちは合わなかった。ただそれだけ。だからこのまま帰って離婚届にサインして荷物をまとめて出て行きます。は？本気か？ちょっと頭冷やせよ。十分冷えてるわよ。だったらもういい。俺の家族との旅行を楽しめない女とはやってられん。このまま妹と沖縄に行って満喫してやる。おい、いい加減すねるなって。強情になってないでさっさと電話に出ろよ。何かご用でしょうか？ホテルはどこだ？あなたにどこに泊まるか資料渡したでしょ。覚えてるわけないだろ。ホテルの住所とか全部送ってこい。どうして私がそこまでしないといけないの？あ、前々から思ってたんだけど、あなたっていい歳した大人よね。それなのに親孝行すら嫁任せ、新婚旅行の手配も嫁任せ、挙句の果てに荷物のパッキングすら嫁任せ。バブーバブーの赤ちゃんなの？バカにすんな。それじゃあ自分でどうにかしてください。私は事前にあなたに資料を渡しました。今引っ越しの荷物まとめで忙しいの。いちいち私に聞いてこないでくれる？もういい。じゃあ旅行代理店の電話番号教えろ。だからいちいち聞いてこないでよ。赤ちゃんじゃないんだから。旅行代理店だって一回は一緒に行ってるんだから調べればわかるでしょ。覚えてるかそんなもん。嫁に1から10までお膳立てしてもらわないと何もできないなんて本当に呆れるわ。離婚を決めて正解だったわ。沖縄で妹さんと楽しんでください。ボンボヤージュ。親父たちに何を言った？何のこと？今沖縄から帰ってきた実家に行ったら親父もおふくろもいないし鍵も変わってて俺も妹も入れないんだよ。それは大変ですね。私たちのお家は鍵を変えてないし、あなたの荷物もそのままだからそっちに帰れば？っていうか真っ先に実家に帰るってあなたにとっての家族がどちらかよくよく分かったわ。お前がいないって分かってんのに家に帰るかよ。腹減ってんだよこっちは。自分で作ればいいのに。っていうか何なんだよあれ、嫌がらせか？お前がパッキングした荷物、パジャマに使ってる T シャツと半パンしか入ってなかったぞ。一週間の旅行なのにあんなに大きなキャリーケースに T シャツと半パンだけって。言ったでしょ、何が必要かわからないって。おかげで水着とか服とかいろいろ買うはめになったんだからな。
結局泊まるとこも分かんなくて急遽探したとこに泊まったし、かかった金お前に請求するからな。できるものならどうぞ。それよりお母さんたちなら温泉旅行に行ってるわよ。は？温泉旅行？あなたたちへの手紙を郵便受けに入れておいたらしいから、詳しいことはそれを見ればいいんじゃないかしら。なんだよこれ、俺たちと縁を切る、家にも入れないだと。それがお母さんたちの思いです。そんなバカな、俺はこんなに親孝行してきたんだぞ、なんでいきなり縁を切るとか言うんだよ。親孝行してきたのは私。あなたがするべき親孝行を私に押し付けて、お父さんやお母さんが注意しても聞かなかったのはあなた。もうさすがに愛想が尽きたんでしょ。なんで親孝行親孝行って言ってたけど、ちゃんとお父さんとお母さんの話聞いたことある？本当に何をしてほしいか聞いたことある？自分勝手に暴走して人任せにして親孝行になってなかったのよ。あなたのしたことは、毎週末のせっかくのお休みなのに実家に帰って迷惑でしかないでしょ。実家も入れないって、これからどう生活すればいいんだよ。誰が俺の飯を作る？旅行でたまった洗濯物は誰がする？本当によかった早めに気づけて。何を？赤ちゃんって結婚できないでしょ。何もできない赤ちゃんと結婚なんてごめんだわ。ちょっと待ってくれ、さない。俺のこと見捨てるのか？見捨てるも何も離婚は決めたことだから、離婚届私たちの方の家にあるんで、サインして出しておいてください。それから旅行の費用と今まであなたのご実家にかけたお金、領収書のコピーと一緒に請求書を置いてるから、それも早めに振り込んでね。待てって、こんな形で離婚なんてありえない。俺たち恩の愛を誓った夫婦だろ。夫婦だったけど家族にはなれなかったわね。これから先何をどう言われようと、私はあなたとよりを戻すつもりはないので、さようなら。請求したお金は早めに振り込んでくださいね。嘘だろ、妹も家事なんてできないんだぞ。誰が俺たちの面倒見るんだよ。俺が悪かったから元に戻ろう。これから手伝いもするから。おっくろと親父を見捨てられたら生活なんてできないって。お母さんたちは頑として夫と義妹を受け入れなかったそうです。観念した二人は私と夫が暮らしていたマンションで生活を始めるも、家事は壊滅的であっという間にゴミ屋敷となり、近所に迷惑がられているとか。さらにもともと私と夫の二人だから支えていた家賃に光熱費水道代、生活費は払えなくなって現在は退去勧告が出ているそうです。生活が崩れると仕事にも影響しているようで、夫は仕事でミスを繰り返すようになり、今はリストラ候補に名前が上がったらしく、復縁を求める連絡が来ましたが、全て無視して請求したお金を早く振り込んでくださいとだけ返しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。